皆さん、こんにちは。こもりです。今日も一緒に日本語の勉強をしましょうね。今日は N4 コースの、JLPT 12月にありますけども、N4 コースを受ける、N4 を受ける人、その人のための漢字、20回コースでお送りします。今日は3回目です。1回につき20個の読み方を勉強しますから、今日で60個目になりますね。では、頑張っていきましょう。さあ、ここで皆さんは、ここで一旦止めて、そして自分で答えをここに書いてください。これを自分でノートを用意してね、自分でノートを用意して、この答えをここに書いてください。そして、すぐに私がこの次の、ところでもう答えを出しますから、その答えを、自分のノートの答えと合わせて、そして答え合わせをしてください。そして、正解がいくつだったかを書いてくださいね。では、止めて、この問題を全部まず自分でしてください。で、私は次行きます。答えが出ます。いいですか？答えです。これは、郵便局。郵便局。ポストオフィス。郵便局。郵便局、ポストオフィスですね。低い、ロー、低い。これは E が送り仮名になります。低い、引く、引く。漢字の読み方はこの赤で書いてあります。低い、ロー。短い、短い、短い、ショート。短い、ショート。近所、近所。近所、neighborhood. 最近、recently. 近いは close, 近い close. 近く。これは送り仮名が変わっても、この読み方は、漢字の読み方は変わりませんよね。これは覚えやすいですね。近い、近く。これ一緒です。closely。遠足。まあ、足で歩いて遠くへ行くっていうので、excursion のことを遠足と言います。遠足。遠慮する。この量はちょっと難しいので、ここは書きましたけども、遠慮する hesitate 遠慮する遠い far、京都から、日本からフィリピンは遠いです far 遠いこうおって読むときでもうって書くときとおっと書くときとあるのでこの場合はおです遠い。これ間違わないでください。遠いです。far。はい、では次の10個。いきますね。はい、ここで皆さんは YouTube 動画を止めて、そしてノートに答えを書いて、頑張って書いてください。自分で考えることが大切ですから、書いてください。止めてね。では次私、もう答え出しますよ。はい。弱い。weak. これ strong の反対ですね。弱い。opposite. meaning of 弱い。強い。勉強する。study. 勉強する。study. 強い。strong. opposite of meaning of weak. strong ね。weak. strong.反対ですね。暗い、dark、暗い。これいいアジェクティブですね。説明、explanation。説明いいですけども、説明ってよく言います。説明でもいいですね。でも、説明と書きます。explanation。明るい、るい、
明るい。るいの時は、赤ですね。bright, cheerful, 明るい。るいとここに書いてあったら赤になります。これが、けだったら、あだけ、明けましておめでとうございます。Happy New Year のことをね、明けましておめでとうございます。これ新年、New Year のことです。明けまして、明けるっていうのは、明けましておめでとうっていうのは、新年の時にする挨拶ですので、Happy New Year、同じ意味になります。明けだったらここが、あ、るいだったら明るい、明るい、口で何回も言って、こう自分の、耳と目と頭で、頭でこう全部覚えちゃってください。明るい、明けまして。明日、tomorrow、明日。これはちょっと分けることができないんです。この2つで、明日を明日というふうに読みます。tomorrow。悪い、これはいい悪いの反対ですね。いいの反対、good の反対、bad。悪い。利用する。これは、この用は、大きい用です。利用う。大きい用になります。利用。で、日本人は、利用するというふうに言う人もあります。利用するというよりも、利用すると発音、pronunciation is 利用って言いますけども、書くときは必ずうを書きます。利用うと書いてくださいね。利用する use。さあ、これで答え等のうちいくつ正解できましたか？これで、50% 取れば、正解、合格ラインになりますけども、できたら 80% は取れるように勉強してくださいね。では今日はこれで終わります。今日も小森の授業を聞いてくださってありがとうございました。Thank you for watching. 面白かった？お願いしますね。また、新しいビデオができたらお届けしますので、登録の方もよろしくお願いします。Please subscribe. ではまた。次回の動画でお会いしましょう。さようなら。